はい、いつもご覧いただいている皆さん、じゃん、やっと銀の盾が届きました。はい、これも皆さんが応援しているおかげで到達できたと思います。本当にいつも応援ありがとうございます。はい、これからももっともっとですね、皆さんのためになるような動画を作れたらいいと思いますので、引き続き応援の方をよろしくお願いいたします。はい、では今日の動画どうぞ。どうも、松です。今回はですね、笑った時に出る頬肉を落とす方法をやっていきたいと思います。はい、で皆さん、まあ、写真撮る時とか、まあ、記念撮影とかする時に結構、まあ、笑顔で笑って写真撮ると思うんですけど、その時に頬肉が多いと顔がね、普通の時よりかも大きく見えたり太って見えてしまいます。はい、で僕もそうなんですけど、笑うとこうちょっとね、丸顔になるんですよ。なので今回はここの笑う時に出てくる頬肉にアプローチできるやり方をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、まず右側からいきます。右側、まず口角を上げてください。で、この時に出てくる頬肉をつまみます。で、つまんだ状態で後ろ回し、これを30秒やっていきます。ではいきます。よーい、スタート。はい、OK です。次は前回し、これも30秒やっていきます。しっかりと、まあ、口角を上げ切ってください。いきます。よーい、スタート。はい、OK です。そしたら反対側もやっていきます。いきます。後ろ回しですね。最初左側の後ろ回し、よーい、スタート。はい、OK です。次、前回しです。よーい、スタート。はい、OK です。はい、そしたら次はですね、口を「う」にします。「う」の状態で左回しで、その時に右手の頬をつまんで、こっち頬は後ろ回しで、やり方はこれです。これを30秒やっていきます。ではいきます。よーい、スタート。
はい、OK です。次反対、腕右回し、こっち頬は前回し。では行きます。よーい、スタート。はい、OK です。次反対です。手は後ろ回し、口は右回し。いきます。よーい、スタート。はい、OK です。で最後、内回し、左回し。よーい、スタート。はい、OK です。はい、で今のが笑った時に出る頬肉の落とす方法です。いかがでしたでしょうか。かなりね、頬周りあったかくなったと思います。でこれ最初ね、結構難しいです。やるときはですね、鏡を見ながらやっていただけると、ちょっとずつちょっとずつ徐々に徐々にできるようになってくるので、これをできるようになると、このねじれがうまくですね、固まった脂肪をほぐしてくれるので、より効果的になりますので、ぜひですね、皆さん試してやってみてください。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、そしてコメントの方もお願いいたします。ではまた。